I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. けましておめでとうございます。はい、ということで、いやー新年明けましたね。私ちょうどアクアリウムを始めて、まあ、1年経過して、でまあまだまだ本当に初心者で、まあレイアウトに関しても、まあ、お魚さんの生態、まあ、扱いについても本当にまだまだ知らないことがたくさんあります。ただですね、このまあ1年間というか、まあ、YouTube を始めて、まあ、7ヶ月8ヶ月ぐらい経過したところで、まあ、本当に皆さんたくさんのコメントアドバイスいただきまして、まあ、ここまでなんとかやってくることができました。で今年もですね、相変わらずアクアリウムと YouTube 続けていこうというふうに思ってますので、まあ、私の目標、まあ、新年の目標としましては、まあ、なんとかやめずに1年続けていきたいな、まあ、本当に継続は力だにっていう言葉があるようにですね、やっぱ継続するっていうのは本当に大変で、それでいてすごいことだと思いますので、まあ、とにかく続けていきたいというふうに思っています。で今回なんですが、まあ、新年明けまして、まあ、私本当に去年ね、冬に始めて、まあ、それこそ12月に始めてですね、で、まあ、アクアショップに、まあ、行ったりだとか、で実は今撮影しているのが1月1日なんですが、昨年ですね、たまたまあれ1月2日ぐらいかな、ね、アクアショップに、まあ、行ったんですね。でその時に福袋っていうのをやっていて、アクアショップってこんな時期にもう福袋やってるんだなっていうふうに思ったんですよね。でただあの時ってもう1月2日になってるともうほとんど残っていなくて、でよく調べてみるとどうやら1日からまあオープンしてると、福袋やってるぞっていうことで、まあ、今回はですねちょっともう今日、まあ、家族の許可もちゃんと得てですね、まあ、アクアショップに行って、まあ、福袋をまあゲットするということで、まあ、撮影をしています。で、今回私、まあ、購入したものがですね、まあ、冒頭の動画にありますように、まずはベタです。まあ、私、ベタ自体が本当に初めてで、いや、これもうめっちゃ綺麗で、まあ、家族がですね、買いたいというふうにまあ言ってましたので、私もね、ちょっと興味はあったので購入してみました。まあ、とにかくベタってめっちゃ綺麗ですよね。いやー、まあでこれ実際まあ福袋で購入したもので金額的には500円ということだったんですが、もうね私初心者すぎて安いのかどうかすらもう本当に分かってないんですけど、はい。でまあただね、まあこれちょっと不安があるとしたら、これレイアウトが結構流木のレイアウトなんですよね。まあ、こんな感じで結構流木が大きいというか、まあ、尖ってる部分もあって、このベタのヒレがちょっとね傷つかないかっていうのは不安で、まあ正直この辺りはあんまり考えてなかったので、まあ、ベタ調べてみるとやっぱりねこういうレイアウト素材っていうのに気をつけないといけないっていう風にもありますので、これちょっと様子を見て難しそうだなと思ったら、またちょっと水槽を買い足すしかないかなというふうには思っています。ちょっとね様子を見てい、こうかなっていうふうには思ってます。まあ、ですのでベタのヒレがですね、ちょっとでも傷つきそうな感じがあったらもうすぐに、入れ替えたいというふうには思っています。はい。であと私が購入したのがこの2つ、こちらがですねブセファランドラ、なんだビブリスポット、ビブリス、ブセファランドラビブリスっていう種類ですかね。ちょっと私あんまりブセファランドラ、
あまりよく分かってないんですけど、まあ、これが1500円で売ってたので購入したのと、それとこちらですね、ハイグロピンナティフィダのミニ、はい、これも購入しました。これが500円ですね。こっちが1500円ということで、まあ、そんなに実は買わなかったんですけど、まあ、福袋っていうものがちょっとなくて、まあ、なかったのか、もうすでに売り切れてたのか、いやー、開店が12時だったんですけど、もう私行ったのが12時、まあ、それこそ過ぎですよ、10分とかそれぐらいだったと思うんですけど、もうね、かなり人が入っていて、もしかしたらもう福袋みたいなのが売り切れてたのかもしれません。いや、本当にアクアリウムって結構最近人気なんですかね。はい、ということでこちらの2つも購入しましたので、これね、ちょっと入れていこうかなっていうふうに思います。ということで完成しました。いや、もうこの簡単さがめっちゃいいですよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日はですね、1月1日から私がもう早速ですね、お金を使って、このアクアリウムにお金を使っていったということで、ご紹介いたしました。はい、ということで今年度も皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。